工藤貞之は、鎌倉時代から南北朝時代にかけての津軽の武将。黒井工藤氏。伊豆の工藤祐経を祖とするというが不明。鎌倉時代の末期、北条氏のお内人であった、工藤右衛門貞之が田舎郡の地頭代として入部した。元弘2年の安藤氏の乱において、お内人の紛争を、徳宗家が処理できずに、鎌倉からの陳部軍が派遣され、正中2年には、鎌倉御家人の工藤貞友が派遣、現地の工藤貞之も鎌倉砲として活動したと言われる。正享2年鎌倉幕府が滅亡した後、北奥各地の鎌倉北条宝山等が建武新政に抵抗するが、工藤貞之は、陸奥守北畠顕家に従い、正享2年建武元年の太閤寺合戦において、朝廷方の合戦奉行として、津軽の北条方鎮圧に功があり、その功によって、建武2年、工藤貞友の所領であった、琵琶郡目谷座と、外ヶ浜野尻座とが恩賞として与えられたが、貞之には、嫡男がなかったので万が一を考え、生前に、嫡女であった、海路御前に、所領や職を譲り渡すと譲り状を与えたが、海路御前と、夫八戸根城、城主、南部信正の間に男子が出生した際に、改めて配分するとの内容であり、海路御前は根城、南部氏七代信仰を生んだ。この、貞之の遺領が、南部氏の津軽進出の拠点となった。ありがとうございます。